ロバート・スウェイン・ギフォードはアメリカの風景画家である。フランスのバルビゾン派の影響を受けていたとされる。マサチューセッツ州のバーンスタブル軍のエリザベス諸島のノーネームセット島に生まれた。2歳の時、家族は対岸のニューベッドフォードに移り、ニューベッドフォードで教育を受けた。10代の時、オランダの海洋画家、バンビーストがニューベッドフォードを訪れ、バンビーストと船の絵を描いた。 1864年にボストンにスタジオを開き、2年後ニューヨークに移った。1867年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれ、1878年に正会員に選ばれた。オレゴン州やカリフォルニアに旅し、風景画を描いた。その後、イギリス、フランス、イタリア、スペインやモロッコ、エジプトも旅した。旅先で、 ルイス・カム・フォート・ティファニーといったアメリカの画家と合流し、これらの場所を描いた。ニューイングランドの風景を主に描き、ニューハンプシャー州のホワイト山地を描いたホワイトマウンテン派やハドソン・リバーパの画家たちとこの時代のアメリカを代表する風景画家の一人となった。1876年のフィラデルフィア、万国博覧会や1889年のパリ。 万国博覧会の展覧会に出展して入選した。1899年に鉄道王エドワード・ヘンリー・ハリマンの資金で行われたアラスカ探検に参加した一人である。1905年にニューヨークで没した。ギフォードの作品はサンフランシスコ美術館、ニューヨーク、メトロポリタン美術館、スミソニアンアメリカ美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。